はい、おはようございます、現在私はですね、大阪空港、伊丹空港に到着しております、今回は新潟県に行きたいなと思いますので、車で行こうと思ったら8時間ぐらいかかるんですよ。だから飛行機で行くんですけど、早速アクシデントです。まず1つ目っていうのが、ずっと雨が降ってくる。で、2つ目っていうのが、カメラマンのふーちゃんが、払い下で、間に合わないということで、夜の便で来るらしいので、僕今から11時の便なんで、今から僕は先に行って、ふーちゃんも後から来るはずなんやけども、明日のね、放送工場に間に合うかわからんけども、その感じで行きましょう。どこだ。前の沖縄は雨やったしね。新潟は雨でしょ。来週京都行くんだけど、多分また雨でしょ。嫌ですよ、ほんと、言うてね。今から駅の方に行きたいなと思います。こんな感じなんやね。こういう時迷いますよね。すごい並んでる時はもう並ぶの嫌なるから、こういうとこにタクシーが近くにあるんですよね。もうタクシー乗ったかなって。ちょっと時間だけ見ましょうか。バスの時間がもう待つんやったらタクシー行きましょう。あと5分ですね。タクシーで行きましょう。あー、もう来ちゃった。もういいや、タクシーだ。タクシー乗っちゃえ。すみません、ホテル、はい、グローバルビュー新潟っていうところでお願いします。20分ぐらいかな。あの、お酒が、あ、はいはいはい、あの、コイン、要するに、あれですね、買って、はい、そのコインとちょうどこの牛乳一杯の酒が出てくるんですよ。日本酒。いいです。飲み歩きみたいな。そう、飲み歩きみたいなので。いいですね。わかりました。本酒か。だからそこでもしやったら、あの、うん、今日あれちょっとフラット飲んで。フラット行って。はい、それではですね、移動してまいりました。そう、運転手さんがやっぱ言ってくれてた弁慶にね、久々来たいなと思って、2年ぶり3年ぶりぐらいかちょっと忘れたんですけど、新潟の、まあ、有名なお寿司屋さん弁慶に来ました。やっぱり値段も安くて美味しいから行っといでって言われて、わかりました、じゃあ行きますっていうのと、あと何店舗かええのを教えてもらって、今日の夜とかもね、行きたいなと思います。めっちゃ懐かしいな、こんなんやったな。そうこんな感じで、で、嫁蔵がね、あそこでね、お土産買っとったんですよ。なんか、ついこの間、神戸のお客さんを運転手さんが乗せた時に、すっごいその人がもう美味しいって言ってたから、もうぜひ進めたくなるんですよって言ってて。で、そんなん言われたらさ、うわ、やっぱもう一回行きたいなと。あ、出てきました。こちらですね。ズドーン。こちら、回転寿司の弁慶でございます。これはもう新潟の人絶対知ってますもんね。ぜひ新潟に来た際は皆さん寄ってみてください。値段も安くて美味しい。うわぁ、お持ち帰りなんてあるやん。最高じゃないですか。もういっぱい食べちゃう。この傘の置き方は果たして皆さん合ってるのかな。なんかすっごい置き方してる。大丈夫。さてさて、それでは3時を過ぎたんでチェックインに行きましょう。ちょっと買い物もしちゃったしね。はい、ではホテルチェックインしました。今から、部屋のルームツアーしようと思ったんですけども、皆さんに見せようと思ったら延期しちゃった。フロント行かないと。荷物もまだ入れてないのに、ちょっとじゃあここで、今からやろうかなと思って、カチャンって、あれ中に鍵入ってるんやけど、ちょっと行きましょう。延期しちゃった。はい、それでは、ご迷惑をおかけしましたが、無事開けていただきました。ありがとうございます。しっかりね、次は、延期しないようにしております。こんな感じの部屋です。ドーン。もう先僕入っちゃったんですけど、僕のキャリーケースがあって、靴があって、リモコンがあって、
さっきちょっと買い物したんで買い物があって、こんな感じですね。非常にシンプルな部屋でございます。まあ寝るだけやからこんな感じでいいでしょう。まだね、カメラマンのふーちゃんから連絡はなく、最終便で来るとか言ったから7時とかに来るらしいので、今が現在4時半なので、まあなんか、残念ですね。僕は一人、美味しいもの食べてますけども、まあふーちゃんは大阪でたこ焼きでも食べてんちゃいますかね。それで明日、撮影して新潟終わりやから。あーって感じでしょ。あーって感じの人なんですよ。いつもね、大体こういうなんか体調がちょっと悪なったりとかすることが多くて、なんかね、ついてないんですよね、彼ね。で、なんかついてないんやけど、なんかついてるんですよ。なんか人には恵まれてんねんけども、なんか体調についてないっていうか、なんかよくそういう、良くないことないけど、事故起きたりとか、なんか怪我したりとかよくするんで。で、しかもそれが、まだ大事に至らへんっていうところが、ついてないでしょ。大事に至ったら至ったらまずいんやけど、大事にも至ってないからあんま記憶にも残ってないし、けど言われてみればそういやいつもなんか怪我してるよねみたいな。でふーちゃんみたいな多分僕のことをそういやいつもいつも雨降ってるよねと思ってると思いますけど、まあ、そんな関係なんですよ。はい、それでは準備ができました。僕の旅はねこんな感じでいつもやってます。まずは、この洗濯じゃなくて、これは薬とか、僕ビタミンとか肌荒れ予防とかでいっぱい薬飲んでるんです。あと鉄分とか取ったりとか。で、歯ブラシでしょ。で、ここでヘアセットするから、髪の毛用は、このジェルとワックスとケープ、この3つだけ。で、こっちにあったもん、明日取引先さんに、ご挨拶でお菓子持っているので、それと、あとこれ下着系かな。で、そのままこうネットに入れて洗濯するっていう感じで、新しい下着、明日の下着と、で、これは買い物してですね、これ嫁蔵が使うって言ったから嫁蔵使うやつ。で、明日かけるサングラスとか、明日着る服とか置いて、この辺がボディクリーム、化粧水安いやつと、で、これボディクリーム乾燥せんやつと、あとこれがいい匂いするボディクリームと、あと脇臭い人とか困るから、こういうデオドラント塗ってたら対策できるっていうのと、あと香水っていう、こんな感じですね。で、ちょっと暇見つけては雑誌読むっていう感じの、雰囲気です。雑誌なんか読むんかな？わからんけど。はい、おはようございます。ちょっと軽く風呂入って、ゴロゴロして寝そうなってました。今6時半やから近くのご飯屋さん行こうかなと思って、もう予約してるので行きまーす。今日は結構ね、リーズナブルなお寿司屋さんみたいで、なんか美味しいみたいなんで楽しみです。てか、どこ行っても多分美味しいんですよ、でね。タクシーの運転手さんとか、富寿司って美味しいよって言われてないけど、富寿司っていうところには行かずに、またちょっと違うところに行きます。いいですね。なんか地方の、夜っていう感じがして。見つけました。ここです。あった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 。待って、予約した〇です。ありがとうございます。あ、端っこ行きます。何は見ました？一人娘。一人娘。ヤヒコ一人娘。ヤヒコっていう地名なんですよ。そこの一人娘です。へぇ。ちょっとやっぱ豆の味が違うのかね。違いますね。どんどん感じますね。ね。はい。あら。高知のすっごい土砂降りしてる。へぇ、確かに大阪でもすっごい降ってましたけど、なんかサーフィン行くとか言ってる人も来てましたね。台風来てるからね、喜んで。大阪です。この味はこのまま行ったらいいんですか？はい、うん、全部弾力すごい。そうですね、次は今好きですから結構あって、まあ網じゃない、大きいのを
こう言ってね、柳ガレージとか、それも、まあ、はい、では行きました。めちゃくちゃうまかったし、安かったですね。なんか若い人らも何人か来てはって、もう満席になっちゃったんで、早く出ようと思って出てきました。はい、で、今行ってきました。今からはね、家帰りたいなと思いますので。じゃあ、おやすみなさーい。はい、おはようございます。2日目ですね。今日はいよいよ本番ということで、まだ合流しないふーちゃん来てるのか。なんか昨日ね、夜9時ぐらいにね、ホテルチェックインしましたと言ってて、あー、そしたらじゃあまた明日朝8時合流ねって言って終わってるので、まだ顔は見てないんですけど、無事合流して工場さんとこね行きたいなと思います。工場さんとこが今回行くのは新潟ってね、ニット有名なんですよ。で、このニットもホールガーメントで作ってもらってるんですけど、僕、ホールガーメントの工場見たことないですね。で、ホールガーメントってよくわからない人がしたら、縫い目のないやつ。よく縫い目なくて、そのまま形で出てくるのって今、最近、和歌山の島製作所っていうのが作った機械があるんですけど、で、それ使ってのホールガーメントっていうのと、それも実際生で見れるし、まあ、僕にとってはね、ご褒美みたいな日なんですけど、見させてもらって、夕方の便で、あとは帰宅するって感じなんで、で、昼は向こうの社長さんが、なんか一緒にご飯食べましょうって言ってくれてるから、昼は一緒に食べると思うので、何食べるのかちょっとわからないんですけど、まあそんな感じでね、今日も一日頑張っていきたいなと思います。まあ頑張るっていうか、ただ見るだけですけどね。で、挨拶させてもらって、みたいな感じでいこうと思います。ますね。ふーちゃん到着。あ、Vlog 撮ってますよ。体調大丈夫ですか？すいませんでした。その件はもうすでに伝えてるんで、動画で。ちょっと体調が悪くて、よかったです。追いつきました。はい、今日からちょっと頑張ってください。はい、すいません。そしたら到着しました。今からね、工場さんの方に行きたいなと思います。すごい斜めの。こんな感じですね。行かせてもらいたいなと思います。すいません、よろしくお願いします、はい、お願いします。動画とか撮っても大丈夫ですか？あ、大丈夫。お客さんの名前映らんようにさせてもらうんで。あ、すいません、お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そうですね、ただ今のところそれが限定側の男性品が、今こういった機会をいただいて、本当にもう我々も目から鱗で、こんなこんな初めから分かってればどれだけ楽だったかっていうのを合わないですもんね。例えばチーズがあってって言われても、多分チーズってほとんどみんなわからないんで、あ、こう糸でみたいな。これが今ここの段で今タグドさんの使ってる糸を保管しております。これまさにじゃあこれです。それはそうですね。はい。可愛い。だから縫い目がない。そうですね。縫い目がなく。縫い目なく。ホールガーメントだから。この横とかに普通の意味あるんですけど、縫い目ない。このままもう一体で、あ、ちょうど出てきた。これが今編めてきたものですね。へえ。ということで戻ってまいりました。非常に楽しい時間、ありがとうございました。何言ってるか分からんけど、まあ、工場さんもね、行かせてもらって、まあ、その動画はまだジャパンメディアの方のチャンネルで流そうと思ってて、あまりにもちょっとニッチすぎるので、まあ、そこはそっちで見てもらって、多少はね、ちらっと見てもらったと思うんですけど、あんな感じで楽しい話ができました。で、まあ、ふーちゃんとも久々に会って、1ヶ月ぐらいかな、に会って、いろいろ話して、まあ、彼の身長区とか、いろいろ聞いたんですけど、まあ、もともとはね、今考えれば、この今回の新潟のニット屋さんも、ふーちゃんも、僕が YouTuber
始める前の5年前にはもちろん出会ってないし、もっと言ったらこの自分がブランド運営するまでも出会ったことない人らなんですけど、もう今となってはね、ふーちゃんなんか当たり前な関係になって、もう4年ぐらいですかね、お付き合い3、4年ぐらいお付き合いさせてもらってて、でまあニッツの工場さんとかも今後こうやって長いことでお付き合いしていくことになるとは思うので、まあ本当にまあいろんな人の支えがあってね、僕が継続できてるんやなっていう、ちょっと今裸でね、そんな振り返りをさせていただいてるんですけども、あの帰りに行って近くの焼き鳥屋さん行って、もちろんノンアルコールビーフで、卵とか親子丼とか食べてね、タンパク質を取ってまいりました。まあですので、またあの Vlog 次はどこに行くんかな、次は広島とか岡山に行くと思うんですけど、それが Vlog なのかわからないんですけど、そんな感じでまた見ていただけたらなというふうに思っておりますので、近々、嫁蔵に会いに行く海外編っていうのも、やるつもりになってますので、楽しみにしていてもらえたらなということで、本日はですね、どこでしたっけ、新潟に行ったっていうところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。